どうも、こんにちは。今回は山形県にあります酒田工業高等学校さんにお邪魔しております。こちらですね、専門高校ということなので、こちらの学びを体験していこうと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。あ、先生よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。綺麗な校舎ではい、この校舎は山形県産材をふんだんに使っている校舎なんです。ちょっとこちら見てください、はい。私が一番好きな校舎の風景なんです、はい。最初に酒田工業高校に赴任した時には、はい、この造形美に圧倒されました。生徒たちが本当にこの階段を一段一段登っていくと、本当に生徒たちが夢や目標を実現するために一歩一歩登っているんだなと感じます。酒田工業高校さんの特色というか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、本校は平成24年にこの市内の4つの公立高校が一緒になった学校なんです、はい。で、本校は普通科、それから工業科、はい、商業科、はい、そして情報科の4つの大きな学科があって、はいはい、でその工業商業にはそれぞれ小さい学科もありますので、はい、全部で7つの小学科、はい、24クラスはい、を有している学校なんです、はい。ちなみにその私普通科だったんですけど、その普通高校というかとその専門高校の違いっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、専門高校は特定の職業に関連している知識を学ぶんです、はい。その専門高校には8つの大きな学科があるんです、はい。農業科、工業科、はい、そして商業科、はい、水産科、はいはい、家庭科、はい、そして看護、情報、はい、福祉とあって、はい、そのそれぞれの分野で必要とされる専門的な学習を提供することになります。専門高校は本当に実践的なスキルを身につけるんです、はい。卒業後はそのスキルを持ってすぐに就職に結びつけることもできますし、はい、さらに学びを探求したいという生徒は大学と進学するなど多様な進路を目指す生徒に適しているんです、うん。じゃあ今日はですね、私ちょっとお邪魔して、はい、いろんな学科の授業とかを見学させてもらいますので、よろしくお願いします。ぜひご覧になって、楽しい学校ですので。はい、ありがとうございます。楽しみしてます。楽しんでください。ここは全部で4つのステーションがあって、はい、それぞれのパーツをコンベアに乗せる回路を組んでいるんです。1,2,3,4 の4つ、はい、はい。なかなか思い通りに動作をしてくれないので、はい、何度も何度もこの回路を書き直す必要があります。回路を書いたものでそれに対応して動かしていく、はい。あ、なるほど。ここはステーション1になってます、はい。ステーション1はこの何もないワークっていうんですけど、はい、ワークがここに来るとセンサが感知してこれを吸い取ってくれます。はい、乗せてこれは戻ります。で、これがそのまま動いてきます。はい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 。ステーション2ではさっき置かれたものに対してここでパーツがあるんです。はいはい。そのパーツをこのバキュームが吸い取ってくれて、はい、ここに乗せてくれます。その指示を書いてる。はい、その指示をこちらの方が書いてます。これで乗ったパーツはスクリーンこちらに行きます。はい、こちらではこのボトルのようなものが回って、はい、ここにパーツが乗ってるの分かりますか。分かる分かる。青いやつ、はい、これが落ちます。そうするとそのように切ってくれます。あ、これをまたここでバキュームによって吸い取ってくれます。あ、で乗せる。はい、これもここに流れてきたものに対して乗せていきます。第4ステーションではこの青いパーツ、今まで1,2,3のパーツがあったんですけど、はい、3つのパーツを全部ここで取ってくれます。はい、これが FA の実習の中身となっています。それをプログラミングで、はい、このコンピューターの画面を使って回路を書き直して、はい、こういう回路を何個も書き直していくんですが、やっている最中に詰まってしまったり、自分が思っていたような動作をしてくれない場合があります、はいはいはい。そういう時は何度も何度も回路を書き直す必要があるんです。それって例えばそのエラーが起こった時に、はい、ここの部分がミスってるから変えてみて試す、はい、で成功するまで繰り返す、トライアンドエラーの繰り返すっていう。すごい。でもこれやっぱり組んでって成功した時ってテンション上がる。いや、それはもう
すごいって達成感があるよね、きっとね、はい、それありがとうございます。お願いします。めっちゃ綺麗すごいですよね。地球儀、地球儀です。これは先輩が課題研究で作ったバーサライタと呼ばれる装置です。 LED を光るタイミングをマイコンで制御しています。ああ、そういうことか。あ、3本しかないんだ。そうです。光の指示を出してああ見てくるってこと。そうです。この線をこのセンサで感知して、あ、下のこれ。そうです。この2個のライトで感知して、この LED が光るタイミングを制御しています。すごっ。で、その光が回転することで、はい、地球儀に見えます。しかもこれさ、地球儀回ってそうですんだよね。この線で感知して回すタイミングを制御していますね。これが作れるレベルになれるぐらいに勉強頑張ってる。頑張ってます。はい。この時計にもマイコンが使われていて、うん、これ今の時計ですよね。今の時間を、はい、そうです、うん、ここにもマイコンが使われてて、あ、これマイコンなんだ。はい。これも課題研究で作った GPS 時計という。あ、これ GPS なんだ。ちゃんと、はい、GPS 時計です。じゃあもうずれずに。そうですね、ずれないでちゃんと時間を測ってくれてます。この車も課題研究で作られて、ほう、アッカーマン残党機構っていう機構で、はい、ちょっと私の辞書になかったんですけど、す難しいことなんですよ、はい、スムーズに曲がれるように製作されてるんですよ。これ曲がれるんだ。はい、乗っていますか。乗っていいですか。はい、乗れます。全身を押すと進め始めて、後退を押すと曲がれる。体重平均。はい、体重です。で、押して離した時に勝手に止まります。これを押して、うん、はい、あ、どうなんですか。あ、なるほど。え、すごっ。それであともう、あ、ちょっと行っちゃっていいの。はい、これ帰る。帰っちゃう。すごいね。で、もうちゃんと離すと勝手に止まって、バックもできます。ちゃんと音も出る。すごっ。そうです。え、で、そのボリュームを少し回すと少し速くなる。さっきより。はい。あ、本当だ。え、これスピードってやろうと思ったらもっと、そうです、もっと速くなるんですけど、うん、ちょっと危ないので、 あえてこのスピードこのスピードでしてあります。あの、持ってる人の安全性のためにこれも全部書いて、はい、で、またこれもトライアルして、そうです、何度もこういうのを勉強したら強くなるんだと。そうです、すごい、ありがとうございます。これ、え、めっちゃいいね。はい、1台欲しい。私は次の部屋で話します。はい、お願いします。ここは機械加工について勉強する部屋です、はい、これはマシニングセンサといって、はい、金属を自動的に切削することができる機械です。これはマシニングセンサーの簡易版で、はい、モデリングマシンといいます、はい、隣の部屋で作ったプログラムを使って自動的に切削加工をしているところです。隣の部屋でプログラミングしたものをここに形に起こすという。あ、これはそのデータを作成しているところです。で、これ作成したものがあそこです。はい、このものを押すと動かしてもらうと動くんですね。それをこの真ん中になるようにクリックしてください。スタートを押すと動きます。スタートで、はい、本当は10分ぐらいかかるので、はい、出来上がりがあるので、ありがとうございます。最近作ってもらって、本当では金属を加工するんですが、はい、時間がかかってしまうため、はい、木材を使って、私たちは CAD キャメルを学習をしています。なるほど、なるほど、そっかそっか。あそこでやった技術っていうのを実際には金属にもできるしっていう。ああ、なるほど。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔しました。頑張ってください、これからも。ありがとうございます。させていただきます。はい、よろしくお願いします。電気電子化では電気を発電して送って使うっていう風な技術を幅広く勉強しているので、うん、はい、そういった中でこういう風な電気施工の技術を勉強したりとか、うん、まあ、様々な実習を通してこう実践を通して勉強していくっていう風な形になっています、まあ、これについてはものづくりコンテストといって、はい、電気工事部門というのがあるんですけれども、はい、まあ、そういった大会に出場した生徒の作品
あります。そうなんですね。これこちら、はい、マイコンカーというものなんですけれども、はい、はい、まあ、マイコンというコンピューターがこういうふうに乗っかっていて、ここにカメラがあって、はい、この真ん中のこの白い線をこう読み取って進んでいくっていうふうなことで、こう白い線が読み取れなくなるとこう自動的に戻したりとか、はい、そういうふうな動きをしていくものになるんですけれども、はい、まあ、これも大会がありまして、はい、まあ、本校電気電子科は開校13年ですけど10回以上は全国大会に出場して、最高位だと準優勝まで行ってるんですけれども、まあそういったものを作って取り組んだりもしています。では早速ちょっと動かしていきたいと思います。実際の大会のコースは複雑だったりとか、トンネルがあったりとか、あとクランクって言って回っていったりとかするんですけれども、こういうふうな形で走らせてタイムを競うと、よりどこまで速くできるか。そうですね、なので速くしすぎるとコースアウトするし、 ですよね、そこ の調整のさじ加減が難しいところになります。あのコースの時は野球で、そのコースでドライバーに生徒が工事している様子を見ていただいたんですけども、はい、こういうふうに駐輪場の屋根の上に太陽光パネルを置いております。そこで発電した電気を昼に蓄電して、はい、で夜、駐輪場の照明として活用できるようなシステムを作ってます。こう夜ずっとついてるわけじゃなくて、はい、あと生徒が大体帰る時間には消えるようにっていうふうなことでタイマーがついていたりとか設定してるんですね、はい、でそういった形でトータルでこうシステムとして稼働するように、はい、作っています。生徒さんの学びにもなるし、そうですね、エコにもなるし、エコにもなるし、まあ、本校結構そういうふうに省エネ化とか、はい、結構頑張っているので、はい、あの山形県から環境山形大賞ということで表彰していただいたりとか。そうなんですね、はい、今年もあの環境省の方からも環境保全功労者表彰ということで、はい、あの賞をいただいたりとか、はい、そういったところで評価していただいたりもしてます、はい、ここは環境技術科といって、はい、主に土木と化学を学ぶ学科です、はい、今はキレート滴定をしています。キレート滴定とは水に含まれる金属イオンの量を求める実験です。俗に言う硬水、軟水はこれで分かります。ああ、それを調べるための。ああ、なるほど。この実験私やっても大丈夫。はい、では実際にやってみましょう。はい、お願いします。ひとまずじゃあ入れて、はい、試薬を入れちゃっていいですか。はい、どうぞ。ほどよくほどよくでお願いします。ちょっともうちょいいきますか。もうちょい、あ、そのままで一回振ってもらって、よいしょ。色が変わらなかったらもう少し、もうちょいですかね。はい、ただ入れすぎると良くないですね。はい、入れすぎずに、もうちょい、いや、そのぐらいで一回あ、色が変わった。おー、すごい、はっきり変わりましたね、色が。はい、変わります。え、これ変わって何が分かる？ビュレットのゼロの値から減った量で、はい、この水が軟水か硬水かを計算の結果から求めることができます。そうか、ここ今これでも7ぐらいですかね。はい、でそこから計算式やって、いろいろな計算をして、はい、結果からこの実験は硬水か軟水かを求めることができる。あ、なるほど。じゃあいろんな実験をして、まあ、勉強してるんですか。はい、そうです。この先で実習をやってます。お、実習やってるんですか。はい、これは建設機械実習を行っています。この実習では先生の指導のもと、はい、実際に小型車両系建設機械を動かしながら、はい、機能や性能について理解を深めています。で、こういう実習もある。はい、じゃあ実際に乗ってみますか。はい、乗っていいんですか、これは。はい、大丈夫？大丈夫です。じゃあ乗ってみます、お願いします。はい、これちゃんと覚えなきゃだよね、これね。はい、はい、これを、はい、なんか安全装置を前に倒して、はい、足は何も使わない。あ、足はこっちに右足で、ここに左足、あと両手前に出して。あー、なるほど。え、もう一度あれですね、こういうことですよね。はい、右手を外側に倒すと垂直するんですね。はい、あ、なるほど。
か、うん、両手をグーッと引く。両方引く。はい。まだ引いていく。はい。出来の悪い生徒です。いや、すごい。土木は一般に男性の仕事や汚いなどのイメージがあると思うんですけど、はい、全然そんなことはなくって、はい、最近では土木女子が増えてきていて、はい、女性も働きやすいような職場作りがされています。はい、まあ、実際イメージ土木って聞くと、正直男性のがイメージがやっぱり出てくるのは出てくるんですけど、やっぱ実際今増えてますもんね。はい、結構いますもんね、土木としても。土木女子ですもんね、はい、これからも頑張って。ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な体験させていただきまして、先ほど女性が働きやすい職場ということでの説明があったと思うんですけど、はい、酒田市では日本一女性が働きやすい町を目指して活動しておりまして、酒田市内の建設会社も多数その活動に参加しています。で、はい、酒田市はそういった女性が働きやすい環境を作るというところでは、はい、全国に先駆けていろんな活動をしていく町になるのではないかなと思っております。これからきっとメディアで酒田市を聞くことも増えていきますね、きっとね、はいはい、そうなること嬉しいなと、ね、酒田市民としても、はい。でまあ、環境技術課では今日紹介した以外にも、はい、ドローンで測量するっていうものだったり、はい、最新技術をたくさん取り入れて、うん、授業してまして、はい、まあ、最新技術を取り入れて、はい、新しい時代の流れに沿ったことを学べるっていうところが一番の特色かなと自分の中で思ってます。多分これからも技術もいろいろ変わっていくし、今全然ない技術も出てくるかもしれないですもんね。じゃあそれをちゃんと学びの中に取り入れて、はい、だどの年代で入学してきても最新のものがちゃんと学べるようなカリキュラムがあるということですよね、はいはい、いや本当ありがとうございました、はい、ありがとうございました。こちらでは、はい、課題研究をやっていますので、はい、どうぞご覧ください。今こんな風にテーマは酒田を元気にしようということで、いろいろ調べながら書き出しをしておりまして、親に休みをあげたいと書いてます。はい、いろいろ書きたいこと書いて、めっちゃ親孝行な子供たちがいますから、ね、自由に、はい、とにかく自分たちでこう物事定義を作ってっていうのをこうスタンスにやっているので、はい、私とするとこう対照的なこう形でこうリーダーを作ってないので、みんなで出して、そうやってこうやりながらこう物事を決めていくって言ってるので、しょっちゅうこういう書き出しを実はしていました。はいはい、これテーマを達成するために外の企業さんの力が必要だなと思ったら、自分らがポイント取ってやってくれるんですもんね。全部自分たちで、私何にも手を出してないので、失敗は失敗でいいので、うん、失敗した時は私がフォローするっていう。これまで学んできたことをこうどういうふうにこう紐づけして実践していくかっていうことをやっているので、はい、うん、これもこうマーケティングの授業の中でやっていた書き出しを自分たちでやっていると、はい、今何をされてるんですか？今はこれが未利用魚っていうんですけど、はい、酒田港で取られる未利用魚や低利用魚っていうのが使い道に困っていると漁協さんから聞きまして、はい、それをどうにか利用して漁協さんの収入増や食品ロス削減につながらないかと今研究しまして、今は食べるラー油で魚食べてみようっていうのをやってます。これさ、結構いいですか？初めて長いんですか？そうなんですよ。そうなんですよね。もう半年ぐらいずっとやってて、醤油だけでやってみたりとか、いろいろ試しては見れてるんですけど、現段階ではしっくりきてない。はい。ああ、そうなんだ。なかなか難しくて。
私たちは飛島という酒田市の島があるんですけど、はいはい、そこが過疎化だったり、少子高齢化がすごく進んでて、はい、何か特産物を作れないかと思って、私たちはその北限のすだちを使って、はい、商品化を開発しています。今はどういうものを作ろうとされているんですか？今は酒田市でも結構有名な東海高原ヨーグルトっていうヨーグルトがあるんですけど、こちらの会社とコラボさせていただいて、すだちのジャムというか使ってやったヨーグルト、まあ、試作しているのはこういった輪切りを使って、で今皆さんが輪切りのすだちのジャムを開発してる。そうですね、今そのそヨーグルトと合わせた時にいい感じになるのが、はい、今は完成度的にどれくらいですか？完成度的には、さっきお見せしたのが蜂蜜漬けなんですけれども、新しく普通の砂糖漬けとグラニュー糖漬けと蜂蜜漬けの3種類作ってみたんですけど、一番良かったのが普通の砂糖漬けで、味もいいんですけど、やっぱりすだちの元々の苦みとかがやっぱりまだ抜けきれてなかったり、匂いとかももっと改良したいなと思っております。こちらはですね、商業教育振興会から提供いただいています会計サポートというウェブコンテンツを使いまして、簿記の学習をそれぞれ習熟と別で1級から3級までそれぞれ生徒が学習を進めているという形になります。多少2級なんですか？今1級は人によって違うんです、はい、この情報室では、企業の経営成績などを数値で示した簿記を学習するために、このような会計サポートというウェブコンテンツを視聴しています。クラス全員の一斉授業ではなく、各自の理解度や進路に合わせて授業を進めています。まあ、自分のペースに合わせて。はい。浅田さんもじゃあ今1級の勉強されてる。はい、そうです。すごいですね。難しいですか？はい、じゃあ一度体験されて、はい、質問ですか？この映像はテキストと連動してるんですか？はい、連動しててそのメモとかマーカーとかを入れるように指示っていうかあるので。そうなんだ。じゃあその今開いてるこのテキストのどこどこがポイントだからマーカー引いてるの？そうです。言ってくるんですか？すごい。つけてくれて、自分もつけた、あと言葉で言ってもらったことを気になったとこメモしたりして、自分が見返したときに分かりやすいように。すごい。じゃあ佐藤さん今一級の取得目指して頑張って。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。こんにちは。お願いします。お願いします。自分たちビジネス会計課は、はい、商業簿記検定や、はい、ビジネス計算そして情報処理などの資格に取得目指しており。はい、今現在でもみんな頑張っています。そして、はい、運動部に所属している人も多くて、剣道されてる、はい、剣道とボート部が今年のインターハイ出場することができて、はい、とても嬉しく思っています。そうすると遠征もあるから勉強するペースって結構難しくないですか？あ、はい、それなんですけど、この会計サポートを使って遠征先や会計先でも勉強することができるので、はい、それで簿記検定の取得。じゃあここじゃなくても、はい、そこの自分のパソコンとかログインして勉強することができる、はい、自分のパソコンや携帯電話で。あ、携帯でもできるんですか？はい、携帯でもできるので、それで何時でも勉強できるので、やりやすい、はい、やりやすいですね。文武両道を実践されてるんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、営業活動のためにホコミさんもあるんですか？営業活動のために使用する資産を、これを固定資産というんですね。それでは卒業後ですけれども、はい、事務職に就く人たちが多いものですから、はい、実際に生徒がそれぞれが会社を経営して営業と会計のそれぞれの仕事を体験しながらですね、はい、総合実践という授業がございますので、はい、こちらをご紹介します。お願いします、はい、ちょうどこちらの右手が東京市場、そして左手奥の方が酒田市場ということで、はい、それぞれの市場に分かれて仕事を行ってございます。それぞれ会社のプレートがついてますけれども、はい、自分の会社の看板を背負って、営業と会計2つの業務それぞれに分かれまして、総合実践の授業を行ってございます、はい、新宿株式会社さんですね。
はい、じゃあ堀込みとかください。お願いします。お願いします。私たちは新人株式会社といって、はい、私は今営業担当しています。はい、今私たちは商品有高帳というこの紙にこの取扱い商品の在庫状況を記帳しています、はい、今営業は次の販売に向けた販売計画を立てていて、はい、会計は売り上げた商品の代金を入金してもらい、それを確認できたので今領収書を作成しています。額が大きいですね、やっぱね。そうですね、やっぱり一つ一つ額が大きいので、うん、ミスのないように運営していくのが大切です。これを1個取引先ごとに記入して、はい、額のズレがないかっていうのを、はいはい、をやってるんですね、はい、会計の方もお願いします。はい、お願いします。私たちは勉強株式会社です、はい、私は今会計の仕事をしていて、取引先から売上代金の送金が来たので領収書を作成しています、はい、最後ここにハンコを押して完成なんですが、はい、ぜひ体験してみませんか。ハンコですか、はい、これミスったらやばいです大丈夫です。ですか、はい、どこら辺ですか。社の字にかかるように。あ、ここ、はい、そうお願いします。ちょっとかかるんですか。あ、もうちょっと下でも大丈夫。これ、ね、はい、いい感じです。でこっちは控えなので、はい、自分で持ってなきゃいけなくて、はいはいはい、こっちは相手用なので先方に送るやつ、はい、あっちで切りに行きます。あ、OK です。はい、ここに。そうそう、普通にこんなの切ってもミスターダメですよね収めて、はい、とこれ下ろしていただければ切れます。これ押さえなきゃいけないですか。あ、ここ押さえればいいです。押さえて下ろす。はい、まあ、ちょっとリアルにすりましたけど、これはちゃんとまっすぐ切って、はい、でこっちを先方に渡すっていう、はいはい、私がやりましたけど、皆さんだったら見せらないので大丈夫ですありがとうございます。で今3年生が課題研究ということで、今ちょうど他の実習室4つに分かれて行ってます。はい、君たちは何してるんだっけ。僕たちはメタバースです。メタバース で何をしようとしてるの今。VR 世界を作ってみたいんですけど、はい、まあ、その知識がないので一旦自分たちでこういうの見てマップとかを作ってみようみたいな感じです。どこの班もスタートをしたりばっかりなので、はい、まあ、技術的なことであったりとか、うん、そういったことがわからないので、まずとりあえず作ってみようであったりとか、はい、まず簡単なものでやってみようということで、またここからやりながらこう探究でこういうふうなのしていきたいってところにこれから進んでいくんですけども、メタバースのマップを作りたいって願望が出たときに、それを簡単にこういうのやってごらんっていうのを提供ができるってことですよね。それもありますし、例えばここの班だとちょっと外部の人企業とかとも連携しながら、ちょっと外部の人からもアドバイスいただきながら、はい、正直班がこんだけいっぱいあって、はい、生徒も最先端のことをやりたいやっぱり見た、うん、言うんですよね、はい、そうした時にどうしても我々だけでは手に負えないことに関してはもういろんな外部の大学の先生であったりとか企業の方にもちょっとお願いをしながら、まあ、我々も一緒に勉強しながらやっていくっていう形でやってます。課題研究終わった頃には彼らの方がもうこのことについてはもう我々にも知識があるような状態で、例えば昨日も卒業した後にあれどうすんだっけなんて卒業生に聞いてみたりだとかっていうのも教えてくれって実際あったりはするんですが、そっか。いやでも卒業生呼んで来てもらうとかもあるのかな。全然ありですね、はいはい、ここは何かあるし、最終目標は画像処理を使って食材を画像認識で認識して、はい、その認識された食材から料理を出す AI を作りたいなって思ってるんですよ。レシピを出す、冷蔵庫とかで写真で撮ったらそのまま料理が出てくるみたいな、これがあるからこれが作れますよみたいな、超便利じゃんを作れたらいいなって。ああ、それをがゴール。それがゴール。で、あと最後のこちらの部屋のこと、はい、我々スタジオって呼んでる部屋になる。はい、それであとこっちの子たちはあの、はい、モーションキャプチャーをこう使って、VR アバターを使った動画の作成をしております。はい、課題研究という授業がありまして、はい、課題研究の授業の中であの広陵高校の情報化の魅力を発信したいということで、はい、こう VR のアバターと動画を組み合わせ、実際に去年アピールしてくれた子たちがいて、はい、その子たちの、まあ、引き継ぎというか、実際その VR アバターでこの子たちも一生懸命このモーションキャプチャーで合成しながら今ちょっと動画を作成しているということで、動いてる、あ、すごい。
あ、どうぞ。それで、この2つ目もらって、ね、2つ目あ、後ろ挟めるかないで、はい、お願いします。上からパーカー被ってても大丈夫？あ、大丈夫です。あ、OK です。まっすぐです。ちょっと曲げて、あ、いや、音が鳴ったら、はい、一歩前に進んでください。どっちの足でもいいですか？あ、どっちの足でもいいです。はい、一本渡り。はい、お願いします。はい、できました。あ、もうできたの？え、すごっ。え、あの大股一歩で、はい、これ動き取ってさ、なんか動画に、あの女の子の方あるんですけど、どっちなんですか？じゃあ女の子で。あ、ほんと、はい、すごいね。10秒間違うので、好きに。じゃあなんか e スポーツの応援でもしてる。e スポーツの応援。え、すごい。やべ、 VTuber になってる。こんな感じで動きを取って、はい、じゃあ今の下を送って、すごい、なんかね、本当やってることがさ、そのまんまね、なるの当たり前なんだ。すごいテンション上がる。これあの表情とかもその種類があって、笑顔、怒って泣いてリラックスっていう。そこで変えれるんですね、はい、もう。おー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 。足が離れない。足が離れなくなってしまいました。すごい。待って、これはなんか応援してるみたいな感じだ。こんな簡単にアドビに置いてくるの。坂田光陵高校さんの普通科の話を伺えたらと思いますので、岡山先生よろしくお願いします。はい、坂田光陵高校の普通科では、はい、進学や就職、幅広い進路を目指して、はい、基礎学力と教養を身につける授業を行っています。はい、普通科の特徴的な授業として、はい、今日は外国語の授業を見ていただきたいです。本校では英語の他に、はい、ロシア語、中国語、ハングルの授業があります。こちらは、あのネイティブスピーカーの先生がハングルの授業をしていただいておりますので、ご覧いただきたいです。じゃあちょっとだけ拝見します。お邪魔します。下、あれ、あれ、あれ、横、横、突然お呼びしましたけど、授業してたのにね、すいません、本当に。大丈夫です。なんか今日、2日間今撮影させてもらってて、はい、私も普通科だったんですけど、うん、普通科なんだけど、いろんな学びができるじゃないですか。はい、で今、ハングル語を学んでらっしゃるので、はい、ハングル語を学んでみて実際どうなるかっていうのを聞いてもいいですか？あ、はい。もう本当最初何書かれてるかもわかんないんですけど、ですよね。はい、先生が優しく教えてくれたり、もわかんなかったらもう友達と一緒に考えたり、もう先生の発音の教科書とかにも持ったりして、はい、もうそれを発表の時に言うみたいな感じで、はい、もうでも発音も全然ダメダメで、まだまだです。あの中国とあとロシアもあるんですよ。はい、なんでハングル語を選択したんですか？中学校の時に普通にあの K-POP とかで韓国好きで、ほんのちょっとの単語を分かってたんで、だからその選んでみました。なんかその興味があって、しかも、え、学校で学べんじゃんってテンション上がりそうですよね。なりますよね。ります。え、今これハングル語学んでて、なんか将来こういうのに生かしたいとかってあったりします？私あの接客業に就きたくて。あ、そうなんだ。空港のレストランの方に就きたくて、お客さん外国の人も多いと思うので、いろんな国の人に対応できるようにはしたいなって、そこで生かしたいなとは思ってます。しかも学校で英語を学んでらっしゃるから、そこもできたら。そうです。めちゃめちゃ有能な人材が。でも全然話せないんで、まだまだ。でもこれからね、勉強できてるので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。生徒会長の後藤くんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日大会になるんです。すみません。よろしくお願いします。じゃあ今回後藤くんにですね、はい、この坂田光陵の魅力をちょっと聞けたらと思うんですけど、お願いしていいでしょうか？でやっぱり一つは地域起点、はい、でもう一つは部活動で総合選択の大きく3つが僕はあると思っていま
ます、うん、地域起点というと、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、例えば地域のボランティアだったり、うん、で部活動だったらやっぱりインターハイや東北大会に出場する部活が、うん、この広陵高校は多くあって、はい、そういうのもやっぱ強みというかポイントの一つだと思います、うん、で最後の総合選択というのは、はい、広陵高校自体が大きく分けて4つの学科があって、うん、はい、それでまたいろいろな、まあ、学びができるというのも強みの一つだと思います、うん、ちなみに後藤君あれですよね、部活でインターハイ出るんですよね。インターハイボート部、ボート部です。すごいですね。検定と部活と両立しているのもやっぱりこの広陵高校のポイントの一つだと思います、うん、じゃあ後藤君学校楽しいですか。楽しいです。大変じゃないですか、正直部活やって検定もあるから、まあ、確かにあの僕自体 その川でやってる部活なので、うん、移動時間とかもあったりして、ああそうかそうか、そこも大変なんですけど、はい、でもそのまた達成感といいますか、うん、試合とかで勝てたら嬉しいですし、うん、検定とかも合格したら嬉しいっていうのもありますし、うん、やっぱりその両立できてるからこそ辛い部分もありますけど、うん、合格したっていう時に嬉しさの方が強いので僕は、うん、なので広陵高校に来てよかったと思います。それがサポートしてくれるその学びのシステムじゃないですけど、それが広陵にはある。ありますね。それもやっぱりポイントです。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。私がボランティア部に1年生の時に入学したんですけど、はいはい、その頃はコロナウイルスがまだその広がっていて、はい、その影響で活動頻度が少なかったり、うん、なかなか現場に行くことできなかったんですけど、はい、去年あたりから活動が活発になってきて、はい、直接人に会ったり実際に体験できることがすごい今は楽しいです。部員も結構、はい、あと部員は去年までは少なかったんですけど、今年に入ってなんか急激に増えて、今では結構大人数で、ああそうなんですね、ボランティアのイベントとかに参加したりしてます。実は私高校の時に部ではないんですけど、はい、高3の時にボランティア外の外部でやってて、あの子どもたちのキャンプの引率とかやってたんですけど、それも結構地域の方と一緒にすることすごく多いじゃないですか。でそこから得られるものって特別なものがありますよね。やっぱり学校生活の同級生だけではないっていうコミュニティもできるので、すごく学校生活を送っていく上でプラスになると思っているので、ぜひこれからも頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて部活動についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。日向さん部活をされてる、はい、ちなみに何をされてるんですか。ウェイトリフティング部に所属しています。すごいギャップですよね。ちなみに佐藤さんあれですよね、インターハイ出るんですよね。はい、そうです。すごいですね。ちなみにそのウェイトリフティングで出られるわけですけど、後藤くんかもボートでインターハイ出れる。そうです。あれ剣道もでしたっけ今年。剣道もですよね。だから部活すごい強いところが結構多いですよね。そうです。部活もそのインターハイ出るぐらいなのですごい大変じゃないですか。それをやりながらこう勉強するっていうのは両立ってやっぱ大変ですか。はい、すごく大変です。ですけど、はい、今は将来の夢に向かって、はい、勉強も部活も頑張ってます。うーん、ちなみに目標とか聞いてもいいですか。部活の、はい、部活の目標は、はい、インターハイで表彰台に上がりたいと思ってます。なんかすげえ個人的に聞きたくなっちゃうだけなんですけど、いつからされてるんですか、ウェイトリフティング。中学2年生の頃から姉の影響で広陵高校に体験として行かせてもらってて、本格的に始めたのは高校1年生から、はい、で今3年生でインターハイ出るんですもんね。すっごい、ぜひ頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。それでは最後に総合選択制についてお聞きできたらと思います。普通科の自衛君がこの総合選択制でもなんか総合選択を聞くと、はい、どちらか専門学科の子が話をするのかなってイメージだったんですけど、はいはい、ちょっと教えてもらってもいいですか。総合選択っていってもいろいろ取れて、はい、例えば情報とかあの会計科の簿記とか、うんうん、あとハングルとかも取れるんですよ。普通科にいながらそっちの勉強ができる。そうですね、選択科目っていうのがあって、はい、それで自分の好きな分野を選択して学ぶことができるので、うん、なんかそれも珍しいですよね。あんまりイメージなくて、はいはいはい、自分がまあ普通科だったから余計かもしれないんですけど、はい、普通科行ったら普通に国語、数学みたいなだけを勉強するイメージですけど、はい、その選択ができるからそっちも勉強できる。
はい、ってこと。そういうことです、そういうことです。で、ジエ君はそれを選んで、はい、ちょっとすごいことをしたというのを小耳に挟んでるんですけど、まあ、謙遜するけどね。いやいやいや、何を勉強したんですか。僕はもう、はい、主に電気ですね。電気のやつと、あと情報処理も取ってて、はい、選択で。それでまあ情報処理で PC とかの、はい、あの検定も受けたりして、はい、したんですけど。え、しかもなんか大会に出るだっけ。あ、ものづくりコンテスト、はい、はい、そうですね、最近あったんですけど、はい、豊漁代表で出してもらって。あ、なんか普通かよ。いやいやいや、まあそうですけど。でも自分のそのやりたいっていう気持ちだったり、はい、その努力だけで普通科にいるけど他のことを学べる、そうですね、っていう環境がある。はい、そうです。え、ちなみにジエ君さ、その高校卒業後ってどういう進路を目指してる。はい、あ、僕は、電気系のあれに就きたくて、はい、横浜行って、はい、さらにその電気学べるところで就職しようかなって思って。そうなんだ、はい、あれきっかけ友達でしたっけ、その学びたかった。そうですね、友達から誘われて受けてみたくてハマったんですよね。めっちゃハマりました。ここに入った時は正直電気なんて選択肢はなかった、はい、何もないですね、本当に。とその総合選択があったりとか、はい、友達のきっかけで将来はそっちに行ったんだもんね。そうですね。でもそれがここの校寮だとできる、はい、っていうことだもんね。はい、できます。ぜひその電気の道でこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、坂田光陵高校では学科を横断したさまざまな、特徴的な学びを展開しているということで、今回4つのプロジェクトを紹介していただこうと思います。ではまず1つ目のプロジェクト、自己紹介から、はい、お願いします。機械制御科3年次、坂田船ダンス復元プロジェクトを担当しています、はい、斉藤葵です。はい、よろしくお願いします。坂田船ダンス、はい、はい、ちょっと初耳なので、はい、ぜひ教えてください。はい、坂田船ダンスとは江戸後期から明治にかけて、はい、使われた北前船という船で使われた、まあ、タンスですね、はい、で今坂田ではその坂田船ダンスの金具を作る職人さんが不足していて、今作れないという状況になっています。はい、金具ってこの辺の金具とかそういうことですか。はい、そうです、金具です、はい、伝統を守るために、はい、僕たち機械制御科が去年から復元を始めました、はい、最初は高田の歴史や船ダンスについては全然知らなかったんですけど、はい、今回の課題研究を通して、はい、高田の歴史だったり船ダンスの制作工程などを興味を持って体験することができました。そして来年、まあ、もし船ダンスが完成したら、はい、ルーブル美術館に展示を目指しています。なんか急に規模すごいことになりましたけど、はい、かなり大きいです。今それを作ってらっしゃる。僕たちはまだ練習ですね。うん、はい、じゃあその完成したらルーブル美術館の方に展示されるかもしれない。はい、そうです、はい、されるよね。頑張ります、はい、応援してますんで、はい、頑張ってください。電気電子化3年次、飛島プロジェクトを担当しています丸山凛太郎です。はい、お願いします。お願いします。飛島プロジェクト、これもちょっと初耳の言葉なんですけど、はいはい、どんなことをされてるんでしょうか。はい、坂田市には山形県唯一の離島飛島があります、うん、しかしそこは高齢化が著しく建物の老朽化が進んでいる限界集落です。そこで私たち電気電子化では2022年度から飛島でボランティア活動を始めました。最初は電気火災防止のための電気点検や修理からスタートしました。古くなったコンセントやスイッチ、照明の配線を直したりしていました。この作業は第二種電気工事士を持っていないとできない作業なのですが、私たちの課では多くの生徒がこの資格を持っているため、その技術を活かした作業となっています。また高いところに登るのが不安な高齢者の方も多くいらっしゃいますので、電気油の交換や電気の傘やブレーカー周りなどを書いて掃除したりなどの作業も行いました。また飛島には避難路が14本あります。急ですし夜は暗いので照明を取り付けようという作業を行おうとしていました。ただその前に落ち葉や堆積した泥で塞がっている場所や草が多く生い茂っている場所が多く見られましたので、そこを整備する活動を行っています。この作業は電気の資格がなくてもできるので、他の学科とも協力しながら整備を行っています。ちなみにこれからなんか、はい、まあ、計画じゃないですけど、もっとこういうことをやっていきたいなって個人でもいいし学校としてもなんかあったりします。はい、はい、今年は現地調査はすでに実施しており、これから活動を本格化させたいと思っています。まだお伺いしてない集落もありますし、避難路ではまたすぐ草が伸びたり土が堆積してしまったりするので、継続的にお手伝いができればと思っております。すごくこう学んでることっていうのが、はい、誰かの役に立てているっていう素晴らしい取り組みだと
思うので、ぜひこれからも頑張ってください。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。自己紹介からお願いします。はい、ビジネス流通科3年次クルーズ船おもてなし対応を担当させていただいております、はい、石黒香江です。はい、お願いします。クルーズ船おもてなし、はい、クルーズ船とおもてなし単語は知ってるんですけど、はい、くっつけた時の単語は知らないので、ちょっとプロジェクトを教えてもらってもいいでしょうか。はい、わかりました。はい、酒田港に寄港する、まあ、大型のクルーズ船に乗っている海外の方が街に降りてくるときに、いろいろなお店を出店したりしておもてなしをするという活動をしています。え、実際どういうものを販売とかするってことですよね。はい、そうです。え、例えばどういったものを売るんですか。例えば、はい、あの私たちの制服のこの柄が酒田タータンという名前がついていまして、この柄って世界で一つだけの柄。あ、そうなんですね。はい、その柄を使って香料のオリジナルグッズを販売したりして、このグッズを作る時も制服を作る時に出る歯切れを使って作成をしているので、ゴミの削減にもつながっているんですね。まさしくあれですね、流通で学んでる経営する視点じゃないですけど、ロスを減らしてどれだけ価値を生み出せるかっていうことを実体験する。深谷さんも実際そこにも参加されたことはあるんですか。はい、私が一応企画、して主催させていただきました。ちなみにやってみてどうでした。作っていただいた時も地元の企業の方に歯切れを持って行って作成をお願いして打ち合わせをしたりして、なので海外の方におもてなしをするっていう視点だけじゃなくって、地元の方とも協力していろいろなコミュニケーションを取らせていただいたので、とても貴重な体験だったかなと。ちなみになんかそのおもてなしするときにユニークな商品があるってお聞きしたんですけど、もう一つ主な活動として漢字でマイセンスというものを、はい、ほう聞きたい、はい、普通の無地の白いセンスに海外の方のお名前を聞いて、はい、それを当て字で書いて販売するというものがあって。あ、なるほど。海外の方の名前をその漢字で当てはめて、はい、で皆さん書くんですか。はい、生徒が全部書いて、まあ、一応海外の方も体験はできるんですけど、はい、あの自分が書くよりあなたたちが書いた方がうまくなるからって言って頼まれる方が多いですね。はいはい、喜ばれますよね、絶対。はい、漢字好きな方多いですもんね。はい、漢字っていうのもありますし、あとセンスっていうのも日本の特有のものなので、はい、喜ばれる方。しかも自分のオリジナルですもんね。はい、そうです。世界に一つだけ。かっこいいですね。多分ね、まだまだこうアイデア出していったらもっとこう違う商品も出てくると思いますので楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。3年生情報科熱東吾です。お願いします。よろしくお願いします。はい、どんなプロジェクトでしょうか。利益を上げよう大作戦です。もう名前ストレートやし何の利益を上げるかちょっと聞いてもいいですか。はい、はい、具体的に昼に販売に来てくれるパン屋さんの利益を最大化するための AI を作成しています。あの購買に来てくれてる。そうですよね。はい、はい、なんでこの題材にしたかというと、はい、ニュースとかでもパン屋さんの利益が少ないことあって、うん、でそのパン屋さんが学校からいなくなってしまったりが多くて、はい、やっぱ購買のパン屋さんは本当に学校にとって大切なので。困るよね。そうです、ね、俺もよく買ってたから原価が高騰してるし、はい、学校の中だとあれなんだよね、値上がりがしにくかったりするので、だからやっぱりそのロスを減らすとかっていうところが大事っていうことですよね。そうです。じゃあ今 AI どんな感じで作ってるんですか。 AI の作成にはデータがとても重要で、はい、日々の天気のデータだったり、うん、学校行事だったり、はい、パンの販売数のデータ、はい、そして昼休みに購入した人数を数えるなどのデータをたくさん取って AI を作成してます。今チームでもう毎日行って収集してっていう。そうです、本当にコツコツとやんないと。そうだよね。こう精度の高い AI ができないので頑張ってます。はい、昨年度に AI モデルは完成したんですけど、はい、精度が本当にまだまだでパン屋さんに渡すことができなくて、はい、で今年から精度の改善と店員も使いやすいようにウェブアプリ化して作ろうとしています。え、どんな感じなの、そのパン屋さんの方にそれ話すと。いや本当に頑張ってる期待されてんだ。そうですね。そうはね、でもお店からしたらすごくありがたい
ものだと思うので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで坂田光陵高校さんにお邪魔しての授業が終了いたしました。すごかったなすごかったんですよ。授業もすごかったんですけど、でもね、一番体験して思ったのが、僕がいろんな生徒さんと話をさせてもらったんですよ。多分皆さんの目に触れてない生徒さんともたくさん話をさせてもらったんですが、すごく表情がいいんですよね。なんか私が勝手に思ってることなんですけど、学生生活が充実してるかどうかっていうのって、多分いろんなポイントがあると思うんですよ。例えば勉強とかがうまくいっているとか、部活がやりたいことがやれてるとか、あとはまあ人間関係とかもあると思うんですけど、でもここはちゃんとやっぱり学科が分かれてたりとか、あとは総合選択ができる、普通科に行きながら他の勉強もできたりするので、高校に入ってから自分がやりたいと思っていることをすごく学びの探究がしやすい環境があるんですよね。で、今回はこの光陵さん、坂田光陵高校さんにお邪魔しましたけど、皆さんのきっと地域のにも専門高校はあって、でそこには皆さんがこう先輩とか親御さんから聞いてるイメージではなくて、今の中身というか、今はこんな学びができるんだ、こんなシステムがあるんだっていうのはきっとあるはずなので、ぜひ、坂田光陵高校さんの近くの方はね、ぜひこう体験とかも来てほしいんですけども、皆さんがお住まいの地域の専門高校もどんなとこなのかなっていう興味を持っていただけたら嬉しいです。そして最後にですね、山形県では県立高校の情報を集めたポータルサイトがあるそうなので、概要欄の方にリンクありますので、そちらもチェックしてみてください。また坂田光陵高校さんでは見学会だったりとか、その教育関係者の方の視察とかの問い合わせもいつでも受け入れているそうなので、ぜひホームページの方、それも概要欄に載せておきますので、そちらの方からチェックしてもらえたらと思います。ということで、ちょっと長い動画だったと思うんですが、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またね、バイバイ。